カエルニドバタ会議の長見る大です。今回のカエルニドバタ怪獣図鑑バリウム7で紹介したいのは、家にフィギュアを買っていったらお母さんが悲鳴を上げそうな怪獣ランキングで確実にベスト3に入るであろう、超巨大カマキリ、両頭怪獣ことカマキラスでございます。個人的には元がこんちらだけあって完全に無表情で無感情のはずなのに、相対するミニラやコミカル時代のゴジラといった怪獣たちの雰囲気がプラスされて、なぜだか非常に感情表現豊かに感じられるこのカマキラスが可愛くて好きなんですけど、こいつもこいつで実は前回紹介したエビラ同様、怪獣界で地味な存在ではあるけれども、ちゃんとゴジラシリーズの中で史上初という記念すべき要素を持っている実は興味深い怪獣でもあるんですよね。というわけで早速そんなカマキラスの生誕に迫っていきましょう。カマキラスが初登場する作品は1967年公開、怪獣との決戦ゴジラの息子という元祖キモカワことミニラが初登場する作品でもあるんですよね。とりあえずまずはざっくりとしたあらすじからいきますと、南海の無人島であるゾルゲル島で国連食糧計画機構が主導するとある実験が秘密裏に行われていた。それは来たるべく人口爆発、食糧不足の時代に対し今から対処法を探ろうとしたもので、シャーベット計画と呼ばれる世界の農地面積を広げるための気象コントロール実験だった。しかし実験場となったゾルゲル島は実は巨大生物たちと暮らす怪獣島だったのだって感じの話なんですけど、今のあらすじでお分かりの通り、実は今作ってミニラの存在筆頭に色物コメディ映画というイメージが先行しているんですけど、ゴジラシリーズの中でも屈指のちゃんと SF している作品なんですよね。このシャーベット計画の実験隊のリーダーであるクスミ博士は、この計画が成功した暁にはシベリアツンドラやアフリカの砂漠など現在不毛の地を農地に変えられるとシャーベット計画の意義を語っていますが、めちゃくちゃちゃんとした SF の理屈ですよね。しかもこの気象コントロール実験は核兵器並みに危険な技術開発のため国連主導で秘密裏に南海のことでやってるって設定なんですけど、この辺の雰囲気もめちゃくちゃ SF って感じですよね。さらにそんな実験の内容を具体的に話していくと、内部温度がマイナス115度の気球冷凍ゾンデと合成放射塗りの気球放射能ゾンデと人工雲発生装置の3点セットで熱帯エリアに存在するゾルゲル島を局地的に雪国くらい冷やしてみようというものになってまして、本当に今作ってゴジラシリーズ史上最も SF 色の強い作品の一つともあるんですよね。ですがそんな今作に対して SF 部分がちゃんと印象に残ってる人って正直あまり多くないと思います。あくまでこれは個人的な意見ですが、そんな風になってしまった最大の要因って SF 部分のプロットの面白さとミニラに代表されるコミカル怪獣乗りが完全にミスマッチだったことだと思うんですよね。真面目に見ればいいのか、ギャグ漫画の温度感で見ればいいのか、なんとも言えない雰囲気になってまして、最終的には怪獣とはとてももないくらい人間的な動きをするミニラの空気感に作品全体が飲み込まれてしまって、真面目な実験をしている人間たちのドラマが全く印象に残らない作品になってると思うんですよね。変な話、初代ゴジラのような完全にシリアスな怪獣ものと組み合わせとったら、今作の持っている人類の未来をかけた実験という雰囲気はもっと強まって、非常に緊迫感のあるハラハラした SF 作品として成立することもできたんじゃないかと思ってまして、大人になってから見返したゴジラ映画の中でも僕は今作に対して特にもったいないなと思ってしまう一本になってるぐらい今作の SF 部分が大好きなんですよね。と、まあ、そんな若干アンバランスな作品になってる今作の中でカマキラスは赤ちゃん怪獣ミニラをいじめ人間たちを捕食対象として狙う悪役怪獣として登場しています。そしてまず僕はこれから言いたいんですけど、このカマキラスの何が面白いって、その存在が怪獣化に至る流れの部分なんですよね。実はこれ、これまでのゴジラシリーズの中で地味に史上初の要素なんですけど、カマキラスは最初オオカマキリとして登場しとって、途中シャーベット計画の失敗の影響を受けて怪獣化するんですよ。つまりこれまで出てきた地球怪獣たちの多くはゴジラ、アンギラス、ラドンを筆頭にすでに怪獣化した状態で人間の前に現れて、何が元になった存在なのかの推測が立てられるという構造だったんですが、カマキラスは元々の存在が登場してからそれが怪獣化するという順序になっているゴジラシリーズ史上初の怪獣なんですよね。人間が科学技術の弊害によってとある生物を怪獣にしてしまう流れをリアルタイムで観測できている作品とでも言いましょうか。ある意味これは今作はシリーズ屈指の SF 作品だったからこそ可能になった展開だと僕は思ってまして、実はカマキラスって今作に出てくる怪獣たちの中で SF 部分との親和性が最も高い存在で、なんだったらカマキラス単体の SF 怪獣映画になっとってもおかしくないくらいの設定なんですよ。なんかこう説明されると急にカマキラスがものすごくちゃんとした怪獣に思えてきませんか。というわけで次はそんなめちゃくちゃ SF してるカマキラスの生態の方に話を進めていきましょう。まずカマキラスの元になる存在はオオカマキリというものなんですけど、こいつはゾルゲル島に生息している体長が2メートルにもなる超巨大カマキリなんですよね。正直リアルな人間の目線で考えたらゴジラくらいのサイズのカマキラスよりヒグマと並ぶくらいでっかいこっちのオオカマキリの方が実際に遭遇した時の恐怖感やばそうですよね。建物の中に逃げ込んでも窓とか突き破って入ってこられる大きさですし、襲われてしまった時も生きたまま腹股とか食べられちゃいそうですし、ちなみに作中でもオオカマキリの初登場シーンは夜のジャングルの中、気味の悪い鳴き声を発しながら目を光らせて登場するという非常に不気味なものなんですけど、個人的には大人になって見返った時の方が怖かった場面として非常に印象的ですね。ガキの頃はこんなでっけえカマキリだったらどうやって捕まえようかなってくらいだったんですが、冷静に考えたらめちゃくちゃ怖いし死ぬほど気持ち悪い登場シーンですよね。ちなみにこのオオカマキリ状態の時は人間の撃つライフルの射撃ですごすご退散してくれるんですが、それが逆に妙に生々しい感じになっとって余計に気持ち悪い雰囲気なんですよね。そんな風にしてすでに化け物のようなサイズ感を誇るオオカマキリがシャーベット計画の失敗により超高温と合成放射能の影響を受け巨大化したのが両頭怪獣カマキラスとなります。体長は一気に2メートルから50メートルといかにも昭和の怪獣感が漂っている数値になってるんですが、体重だけは骨のない昆虫だからなのか他の怪獣たちと比較してゼロ一つ少ない2800トンとなっております。ちなみに
なんとこの体重の数値、実は歩けるようになった時のミニラよりも軽いものでして、体重の数値だけ見てもすでにちょっと他の怪獣と真正面からぶつかり合えないことが伺える設定といいますか、単純に相撲のような真っ向勝負で押し勝てる怪獣が全くいない存在なんですよね。しかし代わりといってはなんですが、そんな貧弱ポジのカマキラスは、左手にノコギリの刃がついた鎌、右手に全てを串刺しにする槍といった具合に非常にまがまがしい強力な武器がついている上に、大空をマッハ 0.5 というリニアモーターカーぐらいの凄まじい速度で飛ぶことができる羽を持ち、何よりなんとこれも地味に怪獣史上初となる社会性が見え隠れするチームという概念を持つ存在なんですよね。これまで出てきた怪獣の中でも、つがいっぽかったラドン夫婦、例外的に双子で生まれてきたモスラと同じ種族が2体同時に存在し協力し合っていたことはありましたが、これらとカマキラスは少し毛色が違うと僕は思うんですよね。ラドン夫婦やモスラ兄弟には協力し合う関係性である理由に本能的な必然性を感じられると思いますけど、もともと群れずに単独行動を取っている生態のカマキリが怪獣化したのにもかかわらず、カマキラスたちが3体で協力してるのって、怪獣化したことにより同時に社会性を持てるほどの知性も獲得したということなんじゃないかと僕は思うんですよね。つまりカマキラスは意志と理性の力によってチームを形成してるんじゃないかと思うんですが、個人的にはこのカマキラスの存在が示唆している怪獣化による知能質の変化って視点、それをピックアップした怪獣映画があっても面白いんじゃないかと思うくらい印象的なんですよね。で、実際に頭の良くなったカマキラスたちは3体で協力してミニラの卵を効率的に掘り出すことに成功するんですが、ここからの展開が個人的に面白いと思うんですよね。高度な知性と強大な肉体を獲得し、協力し合うことで得られる効率性や強みも理解したカマキラスたちは、逆にその知性に溺れる結果になってしまうんですが、それがなんとも皮肉な感じがして好きなんですよ。そうです、3体で協力してミニラを食べる寸前まで行った時に怪獣をゴジラが現れてしまうんですよね。変な話、そこでも人間に銃で撃たれて退散しとったオオカマキリだった時みたいに即座に退散してれば問題なかったんですけど、頭は賢くなり、しかも肉体も凄まじく巨大に頑丈に強力になった挙句、さらには数的不利という条件を得たカマキラスたちは愚かにも怪獣をゴジラにすら勝てると思い上がり、3対1で戦いを挑んでしまうんですよね。しかもあろうことか生後間もない息子をいたぶられて激高しているゴジラに向かってミニラの頭を踏んづけるという挑発行為をもってして戦いのゴングにするんですよ。で、おそらく最も傲慢でお調子者だったであろうカマキラス A が、よほど大きくなった自分の肉体に自信があったのか、ゴジラに短期特攻しかけるんですけど、まあ当然のことながらゴジラに軽々とキャッチされて地面に叩きつけられてしまい、調子こいとったら柔道部の先生に大外刈り食らって背中を強打して悶絶しとる中学生みたいな状況になってしまうんですよね。で、そんな状況を目の当たりにしたカマキラス B は、ゴジラがミニラのことを気にしてる隙を狙って右手の槍で突き刺そうと突撃するんですけど、またもやあっさりかわされてしまってゴジラの熱線を食らって焼け死んでしまいます。大体の怪獣がそんなにダメージを受けないゴジラの熱線を一発食らっただけで即死とか、ここの描写からカマキラスは体重が軽いだけでなく熱への耐久性が低いことも分かりますよね。そしてここでやっと自分たちがパワーアップした頭脳と肉体を過信しとったことを理解したのか、残ったカマキラス A と C は非常に高度な連携プレイを発揮し全力でゴジラを狩ろうとするんですけど、ここでの作戦の巧妙さは本当に素晴らしいの一言なんですよ。ゴジラが蹴ってきた岩を受け止め、手先を器用に使い2台で高速パス交換をして、どちらかがお前に岩をぶつけてやるぜ、うまくかわせるかなという雰囲気をプンプンにさしてから、いきなり岩をミニラの顔面にぶつけるんですよね。ここをカマキラス A が突撃して叩きつけられた後、ゴジラがミニラを気遣うところをちゃんと見とって、その意味を完全に理解した上でカマキラスたちはあうんの呼吸でそれを逆手に取った作戦を一瞬で共有したってことなんですけど、よくよく考えると本当に凄まじい姿勢とチーム力の高さですよね。しかもこの作戦、実はまだまだ奥の手がカマキラスたちの真の狙いが隠されていたんですよ。頭に岩をぶつけられたミニラを気遣ったゴジラに向かって隙ありって感じで A が特攻するんですけど、それをあっさりゴジラにかわされてしまうんですよね。しかしそれは実はかわされたのではなく、ゴジラの背中側に回ることを狙ったものでして、つまりカマキラス A と C はゴジラを挟み撃ちにすることを成功するんですよね。そしてミニラに気が入っていて、そんなことすら気づいてもいないようなゴジラに今度は C が突撃して見事ゴジラをぶっ飛ばして地面に倒すことに成功します。そしてとどめだと言わんばかりに A が再度ゴジラに突撃するんですが、その悪魔的な頭脳によって張り巡らされた見事な作戦も怪獣王の前では所詮小細工に過ぎず、結局ゴジラにやすやすとキャッチされてしまって、今度は体がちぎれるほど地面に叩きつけられてしまいます。個人的なこの場面、確かにカマキラスたちって作戦では勝っていたんですけど、ミニラを気にしながらの戦闘だったゴジラにここまで完璧に作戦がかまったのにもかかわらず傷一つ負わせられなかったという事実の方が何よりも浮き彫りになってると思いました。つまり全く相手にならなかったということですよね。確かにカマキラスたちはゴジラを狩ろうと瞬時に巧みな作戦を練ったことはすごいんですけど、結局はパワーアップした自身の頭脳、肉体に溺れていただけに僕には思えて、頭が良くなったからこその失敗みたいな皮肉な感じがなんとも好きなんですよね。個人的にはここまで過信してしまうカマキラスから吸血鬼になった時のディオを思い出したんですが、本当にカマキラスたちは怪獣になるでめちゃくちゃテンション上がってたんでしょうね。でもカマキラ
アスってそういうところをひっくるめて本当に面白い怪獣だと思うんですよ。史上初、生物が科学技術の弊害で怪獣化してしまうのをリアルタイムで観測できた存在でありながら、史上初怪獣になったことをむしろ喜んでいそうな雰囲気すらある存在ってすごくないですか。ましてや今作のテーマは王道かつシンプルな全開 SF なんですよ。膨れ上がった人類の欲とエゴが環境操作という神の領域を犯したことによる失敗返しとして生まれた怪獣が、むしろ怪獣になったことで天井を爆発させて生を謳歌し最高に範囲になってしまっているって、これまでのゴジラシリーズを踏まえて考えてみるとめちゃくちゃイレギュラーで面白い怪獣だと思いませんか。怪獣史上最弱と言ってもいいぐらい戦闘力が低く、バッタバッタと死んでいき最後には全滅してしまうのに、なぜだかとっても楽しそうで1ミリたりとも悲壮感を感じられないのがカマキラ最大の特徴なんじゃないかと僕は思います。全体的に悲惨だった前回のエビラとは本当に真逆のような存在ですよね。ちなみに3対1でゴジラに挑んだカマキラの最後の生き残りはあっさり逃走するんですけど、どうやらこの戦いで絶対に勝てる相手としか喧嘩しないとズル賢くも学んだみたいで、そこから主に人間を追いかけましたりしてるんですが、ゾルゲル島に孤独に暮らしとった松宮博士の娘サエコを食べようとしてたところ、サエコがミニラに救難進行を出したことに、ここでカマキラス VS ミニラという二大怪獣地球最弱の決戦の幕が上がることになります。まあ、正直今作のミニラ単体を戦闘要因としてカウントすることに僕は若干納得がいっておらず、個人的にはこの戦い戦闘というよりはいじめの側面の方が強く物言いがつく一番なんじゃないかと思ってますが、ちなみに勝敗結果はさすがに最弱怪獣カマキラスというのミニラに負けるわけもなく、まさに文字通りの赤子の手をひねる展開となり、カマキラスはテンションを爆発させるんですが、偶然現れたゴジラにお叱りと熱戦を食らって結局はまた逃走していくことになります。もしかしたらカマキラスは追い詰めたのに2度も仕留め損なったことでミニラに奇妙な因縁を感じたのか、本作での最後の登場はなんとゾルゲル島の真の頂点捕食者であるクモンガに殺されそうになっているミニラの前に、おいおいそいつは俺の獲物だぜみたいなことを言ってそうな雰囲気で現れる場面なんですよね。やってることは調子こきまくって弱い者いじめしかしていないにもかかわらず、なぜか陽気でいいやつにしか見えないカマキラスって本当に不思議な怪獣なんですが、結局ここでもパワーアップした自分の肉体と知性に溺れたままなのか、クモンガの前に無策で出現し何もできないまま毒針で殺されてしまいます。以上がカマキラスの初登場作品での活躍の場面だったんですが、弱い者いじめが大好きで調子に乗って生きて殺される史上最弱の怪獣がカマキラスなんですよね。なぜここまで好かれる要素ゼロなのに視聴者は愛嬌を感じてしまうのか、僕はきっと怪獣になれたことが嬉しそうなのが伝わるからだと思いますね。怪獣ができたことをちょっと祝福してあげたくなる雰囲気すらあると申しましょうか。個人的にはゴジラシリーズ史上最も楽しそうな怪獣なんじゃないかと思いますね。そんなカマキラスの次なる登場は1969年公開ゴジラミニラガバラオール怪獣大進撃、1972年公開地球攻撃命令ゴジラ対ガイガンにも出てきているんですけど、そのほとんどがゴジラの息子からの使い回しの映像なのでこの2作のことは割愛し、2004年公開ゴジラファイナルウォーズの話をさせてもらおうと思います。今作は前回エビラの時にも説明したように総勢15体も登場する怪獣たち、その全てがリニューアルされているところが見どころになっておりまして、例に漏れずカマキラスもめっちゃパワーアップした姿で登場してきてくれています。初代とは違う両腕の先端が本来のカマキラのようなカマに統一されていたり、手足が太くなって全体的にごつくなって強そうなフォルムになっておりまして、体長も90メートルと初代と比べてほぼ倍増しています。恐るべきは体重の増加でして、なんと2万トンと6倍近く増えてるんですよね。もう数値的にも見かけの上でも肉弾戦が強くなったことが明白なカマキラスなんですが、さらには猛烈な羽音を鳴り響かせて非常に高速に飛び回れるようになっている挙句、なんとカメレオンのように体調を変化させ周囲の景色に擬態する能力まで獲得してるんですよね。ゴジラの息子でのカマキラスのテンションの上がり方を見ていると、今回もとてつもなくテンション上がってそうなくらいのリニューアルパワーアップなんですが、残念ながら今作のゴジラの強さのインフレ率はカマキラスの比ではありませんでした。自らの引き起こした津波に乗じて現れた自然災害そのもののような規模感のゴジラに対して、山に擬態して待ち伏せし一瞬の隙をついて今回新たに習得したハーケンクラッシュというカマで敵を切り裂く最強必殺技をゴジラに叩き込もうとする新生カマキラスなんですが、なぜかゴジラに擬態がバレてしまっていて山を丸ごと焼かれてしまうんですよね。たまらず飛び出したカマキラスは無我夢中でゴジラに真正面から突攻するんですが、まるで初代の再現 VTR を見ているかのように軽々とキャッチされてぶん投げられてしまい、鉄塔にお腹が突き刺さった状態で秒殺されてしまいます。今作はカマキラス以外の怪獣たちもなかなかのやられ方をしているゴジラさん、さすが映画なのでこのようなやられ方になってしまうのも仕方ない部分もありますが、個人的にはカマキラスだけさすがに無謀すぎると正直思ってしまいました。南海のことゾルケル島での人類の食料危機を防ぐために計画された気象コントロール実験というゴジラシリーズ屈指の SF 作品の中で産声を上げたカマキラス、それは人類が初めて自分たちの手により生き物を目の前で怪獣にしてしまった存在で、それはまるで全ての怪獣たちが生まれた経緯が凝縮されたようなドラマでした。まさに人類の欲とエゴにより自ら望んだわけでもない巨大化怪獣となってしまったカマキラス、しかしその姿からは悲壮感が欠片も見られず、むしろ喜びしか感じられませんでした。巨大で強力になった肉体、冴え渡る知性、心強い仲間たちとの絆、今ならもう勝てない相手は存在しない、自分たちこそがこの世界の頂点捕食者になったかのように仲間と喜びを共有する彼らの背中には、これまでの怪獣たちは持っていなかった楽しさがほとばしっているのしか見えませんでした。強さに溺れ調子をこきまくる弱い者いじめが大好きでずっと楽しそうな最弱怪獣、
怪獣。好かれる要素がゼロなのにもかかわらず、なぜかみんなに好かれてしまう不思議な怪獣。カマキリはさほど自分に正直に楽しそうに怪獣生活を謳歌しとった怪獣なんて他にいたでしょうか。怪獣生活を謳歌なんて表現が似合う怪獣、カマキリ以外にいるでしょうか。怪獣になれてよかったねと言いたくなる唯一無二の存在。これはむしろゴジラシリーズにおいて決して存在してはいけない立ち位置の怪獣なんですが、そんな小難しい話を軽々と飛び越えていってしまうお調子者のカマキラスが、僕は子供の頃から変わらず今でも愛くるしく見えて大好きな一体ですってところで、じゃあお疲れっすー。